かっこいいこのコース。すごっ。かっこいいですか。かっこいいです。都心から近いからいいですね。特にね。近いし、でお食事も結構すごくおかげさまで好評で、うん。それはどうしてですか。から木まで143なんですよ。はい、アゲンスト入れたら多分155とかぐらいなんですよ。うん、木に行かないし。曲がったら行っちゃいます。で曲がんなかったら木の横ぐらい、木を越える。昨日は落ちてます。下まで落ちてた。昨日行ったんで、あの今日のためじゃないです。たまたまね。偶然。偶然。あのもう全然バンカーでいいですよね。あ、ね、はい、左のバンカーで。ピンはちょっとここのラインであんまり狙いたくないな、はい、バンカーの左端でもいいぐらい、はい、うん、下っていってもフェアウェイなんですか。下ってもフェアウェイです、はい、ちょっと左にこう下ってやってるんですけど、うん、あの本当あの木当たっちゃうと僕とおしまいなんで、多分キャリーで当たっちゃうと思うんですよ最後。滑ったけど、まあナイスミスだ。これはナイスミスですね。打点が今ヒールだったからちょっと滑った、はい、あれがもうちょっとセンターから先目だとギア効果でちょっと戻ってくるね。すごい。どこに当たったかも分かるんですか。すごい。自分じゃ全然分からなかった。滑ったね。感触悪かった。感触悪かったです。思ったより曲がらなかったなぐらい。今確かにP の方にあったら完全に木邪魔でしたよ。完全に邪魔だったね。はい、杉谷だから打ち上げなんです。あ、ちゃんといいとこまで転がっていって、上り入れて65ヤード、風はフォロー。どのぐらい右ですか。ワングラス。じゃあ、あの木の根元の左ぐらいですね。はい、奥の木の。はい、うわぁ、これフェースをバーサーと開いてる。あ、構えで構えた。はい、それ、ボールを、うん、この傾斜そんなに悪くない。うん、ここまで気になるんです。で、ああいう球あんまりない。いや、あります。なんかちょっと薄く入りすぎちゃうから、もうちょっと中でもいいのかなって。なんかもう少しこうボールを右側じゃなくて、まあいつもよりはもちろんちょっと右目でもいいけど、ちょっと右すぎちゃうから、うん、まあ、あのいつもよりもボール半個ぐらいを右に置くぐらいにして、で重心がこう傾斜に逆らわないように気持ち左に、左の足の内側、今こう立つと今左足で多分支えると思うんですよ、うん、はい、右で支えないですよね、こうじゃ、うん、左で支えますよね。で左で足で支えた時に内側と外側どっちが耐えられるかっていうと内側になってくるんですよ、急になれば急になるほど。で、いわゆる左の内側が一番バランス取りやすいわけだから、左側の内側、足の内側でちょっと重心を感じて、要はちょっと左に傾くってことですよね。で、打ってた方が、あ、そうそうそう、そうやって構えて、重心変えないようにして、はい、普通の平らなところの時は。平らだったら、でも、え、そんな右置きます？平らで、うん、あ、そんな右置きましたっけ、アプローチ。え、さっき練習場の時そんな右だったかな。多分あんまりこのぐらいの距離はしなかったかも。あ、そっか、うん、さっき40がマックスだったの、はい、なるほど、はい、ちょっと一回少し左側に置いてみましょうか。とりあえずこの辺より右側に、それが普通、普通常、はい、そのぐらいにしたいな。で、重心左目に置いて、ちょっとミスしてみたら一回するってどうなるか。体自体はやっぱ今左にいるからちょっと薄めの当たりがなさそうな感じ、はい、さっきでちょっと右目に置いて
ロフトが立ってるから、なんか体がこうちょっと戻りながら上げたいみたいな、で、薄くなっちゃうっていう感じになりそうなんで、今の方が、当たりがなんかこう熱い感じがあるじゃないですか。ちょっとその感じ。ちょっと待って。メモしたい。またうまく打つ。いや、今のはちょっとありっすね。ありっすね。ありっすね。ちょっとやりたい、こうやってやった方がいいよっていうののちょっと強調バージョンだったけど、はい、すごい理にかなってる。ちょっとハンドファースト気味にして球抜けないようにしながら、で少し傾斜に、うん、クラブヘッドがちゃんと抜けるようにって打ったんですよね。はい、はい、すごくあれはあれでいいです。はい、少しボール左側に置きました。はい、それは存じ上げてます。素晴らしい。ナイスパー。ありがとうございます。素晴らしい。やっぱ夏のこういう暑い時とかはもう絶対一ホールに必ず癖のようにこう、ちょっとでもいいからスイムを必ず入れて、プロゴルファーとも結構ね、グリーン上でキャディーさんが持ってきたりだとかあると思うんですけど、さすがにアマチュアの方は難しいと思うんで、こういうカートのあれとか移動の時に必ず飲むようにして、あとやっぱ日傘とかもね、3度から5度ってたかなぐらい下がるっていうから、絶対日傘もやった方がいいかなって、対策ですよね。冬は冬で必ずネックウォーマーとかも、キャディバッグなんか入れとくとか。はい、谷さんもネックウォーマーするんですか？僕も寒い、いや夏ですか？冬しますよ。しますよ。入れときます、必ず。 あとこの、なんですか、このここから付けられる、はいはい、アームカバーっていうのは、ね、はい、寒い時を、僕夏はなんかアームウォーマーでした、はい、あれは絶対入れてます。で暑い時はなんか別に男なんでシミも気になって。はい、下り入れて122ヤードのショートコースです。グリーンなんか左に下がりそうですよね。左に下がる、あ、いや、うん、これどう見ます、これ聞きたいです。いや、安全に左側狙ったらどうかなんですけど、こんな感じでやりましょう。はい、でセンターから、ここがセンターだとしたらプラス6入ってるんですよ、ここ、はい、6、うんうんうん、で右から、何度だったっけな、まあ7弱ぐらいじゃないですか、うんうんうん、でここまでがさっき122か、そうか、122がピンじゃないですか、うん、で122のラインってこういうラインですよね、打っていったとこ、ここだから、そうするともうピンよりちょっと先、左にちょっとでも引っ掛けたらもう絶対左奥行っちゃうんですよ、あれ乗らない、これもうデッドスペース、はい、デッドゾーン、はい、なんで120ヤード以上は絶対打っちゃいけないんです。なるほど、はい、で風が覚えてます、右の手前、1番ホールがアゲンストこうだったじゃないですか、はい、で2番もこう来てるわけですよね、うん、そうすると3番も同じ風なんで、基本的に雲見ても分かるようにこうじゃないですか、なんでちょっと右からのアゲンストだから、まあ5ぐらいプラスかな、このぐらいの風だったら、うん、そうすると126、7ぐらいがマックス、うん、はい、それ以上飛ぶクラブは絶対ダメ、はい、もし間で悩むんだったら短いクラブを持って手前5ヤードでいいやつ、はい、悩んでるってことは5ヤード足りないってことになりますから、うんうん、そうですよね、はい、はい、っていう感じ。うーん、ってことは何番ですか？8番です。8番、8番でいくつ取りますか？120か25分、はい、OK、はい、そのごめんなさい、細かいんだけど120から125ってさっきから必ず5ヤードの幅があるんだけど、それは何、当たんない時にってこと？だいたいもうダメです、はい、薄いと今日から私、ごめんなさい細かくてそうしてほしいの、はい、私は8番アイアンで123でもいいのよ。125だって125でもいいし、121でもいいんです、はい、とにかくナイスショットした時に風があんまない時に、それでキャリーとトータルを必ず測って、はい、自分 の, きょあのキャリーの距離と、まあ、ある程度のランの距離っていうのを入れておいてほしいです、うん、特に大切なのキャリーなの。なるほど、はい、でグリーンの硬さとかによってランが変わってトータルが変わるってことだから、はい、ただバンカー越えの時にトータルがキャリーが分かんないと、ね、意外と転がっててそこの飛んでたってのもあるじゃないですか、はい、そうそうそう、キャリーの計算で
落ちた場所ないでしょって、ここでパーッと打つじゃないですか、打っていったらボールマークできるでしょ、そしたらピンまでも測ってるわけだから、向こう行くわけだから、ボールマークから1、2、3、3メーター手前かと、その場合で127だったら私のキャリーは124ねと。なるほど、はい、あんま計算しましょう、ピン方向を狙って、うん、右か左か、僕はもう行かないじゃないですか、そのクラブを選んでないから、だからまあ手前、全然手前で考えてた時に右手前よりは左のがグリーン乗ってますので一応ね、まあでも右手前もちょっと分かりづらいかもしれないけど、右の手前のサブグリーンからこうやって少し左に下ってるんで、意外となんかいいキックする場合が多いです。まあナイス、ない、まあ全然いいっすよ、全然全然全然ナイスオンナイスオン、まあもうあれはもういいっす、ピタッとちょっと打点が悪かったから捕まりすぎちゃってショートしてちょっと左手前いたりだから、シーン送ってたら結構いいんです、オッケー、まあ、あのシーンはねもうちょっと練習するしかないからナイスミス、ナイスミス、そうナイスミス、レベルの高い話をしているナイスミスっていう言葉は僕本当にいい言葉だと思うんですよね、うん、ナイスショットの方が少なさすぎる。ゴルフってミスのスポーツって言われるぐらいなんで、はい、そう、あの絶対ミスが出るんですよ、他のスポーツに比べると、うん、ミスの確率高いん で、うん、でそのミスとどう付き合っていくかっていうとこがすごい重要、うんうん、やっぱちょっとこう気にしすぎちゃうタイプの人は大変ですよね、まあ、これはもう全、うん、ちょっと都市伝説っぽくなっちゃうかもしれないけど、はい、だ A 型の賞金王ってあんまいないんですよ男子、気に、まあ、血液型も関係ないっていうのかもしれないけど、はい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 、でもね、4、5年ぐらい前までは A 型の賞金王って過去何十年っていなかったんです、うん、そうなんですか、はい、最近は最近はちょっと出てきてますね、じゃあ多いのは O 型ってことですか、一番多いのが B かな、 B と O、 B と O、 B を AB って言いますね、うーん、もっと上いきます、はい、ちなみに谷さんは、僕はスーパー A です、スーパー A、 まあ、ドルフの時はまああの O が出ると調子いいですけど、はい、A の時はダメですね、考えすぎてあのなんかすごいこう過去に引きずり回されちゃってなんでまさきあんな特にあれやっちゃったんだよって考えちゃったやつ私 O 型です、あ向いてますね、はい、もうダメ、ごめんなさい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 、はい、ボールしか見てなかった、もうあの管理のね、はい、考えてありがとうございます、これはあのボールマークをこのマークを刺すための穴じゃなくて、グリップ交換用の穴なんですよ、え、はい、でグリップ交換をするときにここに液体をこうやってあのうまく差し込められるように空気を抜くためにこうやってあるんだけど、うん、この中ってシャフトで筒になってこう空洞になってるんですよ、はいはい、その空洞を両面テープで基本的には塞いで、これをくっつけるわけですよ、シャフトとグリップを、でその時にこれがあんまりグッと長く入りすぎちゃうと、うん、その両面テープに穴が開くとこっから小石が入っていって、うん、こうやってやるとカシャ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 ってなんか変な音がしちゃって、はい、もう一回差し替えなきゃいけないから、上手い人たちはこれはやんないです、はい、ここにこうやってやってあるじゃないですか、とか、はい、ポケットとかの方がいいと思います、一応参考まで、なるほど、はい、僕はもうそれ中学校時代で卒業しました、ありがとうございます、すごい、谷さんの気配りがやばすぎて、気配りが1に水分補給、2に熱中飴、熱中症対策用の飴ですね、リンゴルフニュースのお時間です、はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます、9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください、10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ、なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいてみんな楽しそうでした、100を切りたいという方はぜひ
ご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれてぜひ応募してください。はい、はい、バイバーイ。